やっほー、あくびありがとうございます。みんな言った？あくびはダメ？黙れ黙れ、私に指図するな。ありがとう、来てくれて。3月3日ピメの日ですよあくびありがとうございます。鼻水やばい、今日やばいね、鼻水ね。大丈夫です、通報しました、無事に。あくびはダメとか言ってた人は無事に通報しました。穏やかな仕事でよかったで、穏やかな仕事でしたよ今日は。もう本当に楽しくてのほほんとして終わった。今日も配信ありがとう、めっちゃありがとうございます、嬉しい。今日はね、ちょっと鼻水やばいね。今日はあれです、お団子、今日お団子にしたら、いつものこと、ありがとう、見とくね、ありがとう。今日の配信もめちゃくちゃ可愛かった、ありがとうございます。私服嬉しい、今日の私服はこれです。久々に配信来て、ありがとう、来てくれて。もう私のファンからいなくなったのかと思ってたよりかちゃんが平和に過ごせたならよかった、平和に過ごせました。おぴめのお団子好き、嬉しい、ありがとう。白い服似合う、今日お団子にした。でもさっきちょっと寝てた。あのね、私私服投稿するじゃないですか。これででも1日に5回ぐらい着替えるんですよ。なんか気に食わなかったり、なんか違うなって思ったりしたら5回ぐらい着替えるんですけど、今日はねだいたい3回ぐらいで。お仕事でじゃない、普通に私服で、なんか朝出かけるまでに、普通前の日の夜には用意しておくんですけど、朝に気分変わったりするじゃないですか。とかなんかまあ新しく着る服だったら着てみてなんか違うなって思ったりしたらなんか変わるじゃないですか。結局5回ぐらい着替えて、で出かけて帰ってきた後にやっぱりこれは違ったと思ってまた着替えてみたいな、そういうのがたくさんあるんですけど、今日も 2,3 回着替えましたね。え、服はめっちゃ持ってる。私服に住居スペース奪われてるぐらい服はいっぱい持ってるんですよ。こんばんは。わかる、気分変わるよね。なんか今日は例えば最終的にこれに戻ったんだけど最終的にこれに戻ったんだけど、最初これにしてて出かけて違うなと思って着替えて、ほいでまた着替えて着替えて、今日は完璧って日ある。今日は完璧って日はなんか前の日の夜だから調べ、なんかもう置いといて、で今日は絶対にこれを着るって思ってたらもうその日はそれにしたりしてするけど、でも、お出かけして違うなって思ったらまた着替えちゃうかもしれない。結局最初に戻る、そういろいろ経由して結局さ、やっぱりこれがいいって思ってたんだからこれにしようみたいな。ニットとお団子最強、ありがとう、嬉しい。今日はねお団子だんだこれで、ちょっとここにねボリュームがあるから団子しました。
で、こういう服着るとみんな歌困ると思うんですよ。結構ここにボリュームがあるから、なんか冬とかだともうこれ1枚で下に着込んで出かけたりしてもいいんだけど、ちょっと着太りして見えたりすると思うんですけど、なんか肩落として着れる短めの、 あの薄手のアウターなら着れると思って、でこれが結構ごついから、あの薄手でも全然、うん、あの大丈夫だったんですけど、でもおしゃれは我慢なので、寒いなって思ったら私はカイロ貼りますけどね。うん、でもアウター困るよね、こういうさ上にボリュームがある服。でも可愛いから着たいんだよね、結局のところ。自由コーデとか真似しやすくて嬉しい。本当ありがとう。なんか次に上がる動画、あ次の次かな、わかんないけど、上がったらあのコーデの方のインスタに、あの全コーデちゃんとしっかり写真で載せるので、皆さんあの動画でいちいちこうやって止めてやってたら大変かなと思うので、もしあれだったらインスタ見に来てください。体調悪くしてませんか？うん、今日はねいい感じだった、今日は元気だった、なんか今日は元気に過ごせました。楽しい撮影だったし、メンタル面も体調面も元気に過ごせましたよ。もうあの花粉がちょっとすごいだけ鼻水が止まらなくて、途中でずっと鼻にティッシュ突っ込んでた。昨日言ってた、今日はタイトスカート履いてエスカレーター横に向いて乗った、おかわいい実践したの。でもかわいい女の子はダメだよ、心配になっちゃう。リカ、私のファンの女の子みんなかわいいから心配になっちゃう。今月最後の、え今月って28までだよね、今月最後のあれですね、ショールーム配信ですね。皆さん元気ですか？今月最後のショールーム配信、明日はできるかな。まあできたらやる。明日から3月だね、頑張ろうね。しかも3月で月曜日っていう、なんかあれだね、うん、何回今月最後言うの、うるさい、私に口出しするな口答えするな。なんかキリいいね、キリいいよね。なんか日でも日月かなんだよね、1週間の始まりってサンデーから。でもみんなはそう思ったらいいよ、なんか週末っていうと土日って感じだけどなんか日曜日から始まる1週間だと思えば1日目休めてるって思えるから楽。何？3月から仕事の移動が決まって不安で、大丈夫、まあ我が道を行く、何に言われても無視、それが一番。そう、偉い人には下手に出る、本当に従うべき人を見つけてその人にはちゃんとする。あとはもう知らん、自分の行く道を行けばいい。そう、楽だよ意外と、だって周りの目気にしなくていいんだもん、自分の人生なんだからインスタのタグ付きありがとう、
参考にしてます。嬉しい、インスタタグ付きしたよ。ゆいちゃんってどのゆいちゃん、新潟住みの子かな。ゆいとあのみーちゃんと、あとね、あゆいちゃんとみーちゃんと、あの子はるちゃんが3人ぐらい、3人ずつぐらいいるんだよね、私のファンの子。どの子かな。ゆみちゃんも2人いるんだよね。俺ちゃんはあんた一人や。なかなかおらん。こんばんは。あ、こんばんは、久しぶりですね。元気ですか。みーちゃんです。そう、あんたもかぶりません。いや、カフタもかぶりません。よく覚えてらっしゃる。覚えてるよ、めっちゃ。ゆみちゃん2人、3人、2人ぐらいいるはず、確か。わたっぴーにたおいな、って方のお宅にね。いないかな。あ、いや、2人いる気がする。みゆちゃんは2人いる。キャはいっぱいです。いや、いない。そんないないかも。私が勝手に呼んでるだけだ。覚えてくれてると本当にいいです。いや、覚えるでしょ、そりゃ。かぶってないのかね。あー、ゆうなちゃんどうだろう、かぶってなかった気がする。2人いたかな、2人いた記憶も。でも、推し変したかも、もう一人の方。最近来ないなっていう感じかな。うん、わかるよ。リカタン記憶力だろ。やっぱりイベントの参加率高いと覚えてもらいやすいですか。ああ、まあそれもあるし、まあSNS とか、まあ、コメントだけだといつも来てくれてるなって名前は分かるけど、顔と名前一致しないから、イベント来てくれたら顔と名前一致するから覚えやすいっちゃ覚えやすいけど、でも SNS のでも覚えるよ、私。名前だけなら覚えられる、大体。いつもこういう画像加工してくれてて、こういうことをつぶやいてて、この子は辞めやすいとか、この子はこういう仕事してるとか、大体頭に入ってるから。ピメー覚えて、みんな、なんか特徴的な名前の子は覚えやすいよね。ありがとう。読みやすいまで分かる。なんかめっちゃ長文で私に相談してくれる子とかいる。例えばお話し会でそんなに話す時間がないから DM で相談ごと送るねみたいな感じで、インスタ DM でこうバーって書いて、こういうことがあったんだよ、でも悲しかったんだみたいなことを書いてきて、それに対して私が答えだけ返すみたいなこともある。よくやる。大丈夫なのあれってこともある。なんか相談所みたいになってる。やっぱメンヘラの気持ちはメンヘラしかわからんからな。アイドルのファンの子って大体何かに苦しんでいったり辛かったり、やっぱ現実を逃避するためにやっぱりアイドルに逃げたり、逃げるって言い方あれだけど、なんか癒しを求めたりしてくださる方が多いんですよ。だからそのアイドルが味方であれば一番心強いじゃないですか。だから私はできる限り誰かの名前をこうちゃんと覚えて、その相談に乗れるようにはしてる。それで泣いちゃうよね、わかる。泣いてたな、え、泣いてたな。
こうやって泣いてたな。DM 読んでくよ。 DM はよ読めるけど、あのあれですよ、返せませんよ。読めるけど返せません。一方的に送ってくだされば私は読めますけど。私はすぐに会うかりかちゃんに相談する。特にお話しか、確かに話してるね。いつでも相談してきていいんだよ、みんな。アイドルの枠を超えそうかな。相談、あ、なんかあれみたいになってる、カウンセラーお宅に優しい。私は優しい人に優しいので、メンヘラ化した時、メンヘラ化した時はもう闇に闇、まあ守るものが出てできたら2021年強くなる強くなっていこう、みんなで。相談しても分かるし頼れる推しだろ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 。そう、みんな私に優しくて、もう私のもうファンってだけで、私はその方が大切な人になるので、それはもう寄り添えるだけ寄り添えるんですけど、なんか全然関係ない投稿に私とかタグ付けされてて、絶対誰かと間違えられてると思ったら、その子の推しが私ってだけで私をタグ付けしてくる人とかいるのあれなんとかならんかね載せてる本人は私のことそんなに好きじゃないんだけど、例えば一緒に写ってる友達プリクラとかで何人かで撮ってて、そのうちの一人が私推しだったら私のアカウントをタグ付けしてきて、すごいね、なんか急にすごいリア充みたいな女子のアカウント出てきたなと思ったらこれ私乗ってないんだけどって思ったら、だいたいそういうことになってる。また来てしまった。いつでもどうぞ、いつでもどうぞ。あ、え、いつも公園来てくれてる人かな。よく公園来てくれてましたよね。違うかなりかちゃん動画作ってタグ付けしたらよかったら見ててください。あ、あれインスタにあげてんの。ツイッターで探したけどなかったんだから、あれないと思って、それなんかこの間コメントしてたよね私に、このハンバーグそれなんなん、ずっと言ってくるやつ。ハンバーグのコメント結構あるね。これなんなん、これなんなんですか、これなんか流行ってんのこれ。そう、わかんないわ。私も来てしまった。全然いいよ、来てくれて、見てくれて、気を利かせてくれてるのね。どれどれに対して、別に私気を利かせてはないけど、やっぱりこのルームが落ち着く。嬉しい。ありがたい。何だろう、タイミングがないからサインとかでしか名前伝えられない。名乗ってね、結構っていうか普通にツイッターとかで私の名前ハッシュタグつけてやってる子とか結構覚えてるよ。刑事ドラマに出てほしい。なんでですかどの役、刑事ドラマのいろいろありますけれど、でもなんかちょっとエロいなんかたまに出てくるなんか死体解剖の女の人とかの役だったらできそうだけど そう、死体のことこの子って呼んじゃう系の、この子もひどいねーみたいなどうしてこんなになっちゃってんのーみたいなね、そういう役ありそうじゃない私のよくありそうなやつが出てきたんだけど、あ、そう、解剖医。
いそうで笑ったでしょ。いそうだよねその役。いや分からん、なんかそういう役ありそうじゃない、なんか分かる、そちょっとサイコパス味のある女医さん。今日の長河内、今日これみゆきさんに言ってもらったんだよね、くるくるくるって知ってた。リカちゃんの音を言うの覚えてない。今度お手紙書きます。お手紙めっちゃ嬉しいから普通に書いて。全然似合いそうではあるだろ、ベテラン女医。可愛いよ、僕は。嬉しい。リカ、昨日のさメンヘラ診断さやったじゃないですか。あれ 40% だったじゃないですか。でもなんかメンヘラだ、なんかこの項目に当てはまる人はメンヘラですみたいなやつ後でやったんだよ一人で。いや私本当にメンヘラじゃなかったら今後売り方考えていかなきゃいけないのっていやだってそれさあれじゃん、なんかファッションメンヘラじゃん。おびめしか勝たん。急にどうした、何どうしたんですか急にそうサイコパスがポイント。そうそれだってこの間さサイコパス診断やったんですよ。サイコパス診断の方がなんなら合ってたから、それはちょっとさすがに怖いと思ってだったらメンヘラの方がいいな。で今までメンヘラとしてやってきたのにちょっと売り方考えなきゃいけないと思ったから、いやどんな売り方、例えばさ、例えばだよ、私のこと知らない、例えば同じ畑の違うグループのファンの人とかって絶対私のことメンヘラに思えてるわけ。中井理香とか絶対メンヘラじゃんみたいな書いてくる人いるじゃん、若い例えば乃木坂さんのファンの方とか、あとはそういう坂系のファンの方とか、あと全然違うアイドルグループのファンの方とかって中井理香は絶対メンヘラみたいな、見たら坂マークついてたりするんですよ。そういうなんか人たちに私は響くようにたまにメンヘラのファッションしたり、なんか地雷系なんとかとかやってみたりしてるのに、ちょっと今後考えていかなきゃいけないみたいな。でもメンヘラ好きな人って一定数いるじゃないですか。その層に語りかけるようにたまに私はメンヘラ味を爆発させてるんですけど、自分の内にある、でもそのうちにあるメンヘラが偽りのメンヘラだった場合、私は今までみんなに嘘ついてたことになると思ってさかのんたん、だから煽ってないんだよね。私に口答えしないでもらっていいかな今の煽ったと捉えるあなたが悪いんじゃないですか。そう、黙れ、喋るな、私に口答えするな。メンヘラ女可愛いのはこれ、いや分かる、可愛いよね、なんかか弱くて。アイドルが売り方考えなきゃじゃないよ。いやいや、じゃあ私は包み隠さずみんなに言ってる方だからさ、いろいろとね。だからじゃあここにいる人たちには別にそんなこと考えてないよ、何でも言っちゃうよ、売り方がどうとかも全部言っちゃうけどその外の人たち、一個外の人たちの層は私のことをメンヘラでよく暴れてるクソ追廃みたいな風に思ってるわけだから、そんな人たちにもちゃんとそういうイメージをつけるために、私が今まで歩んできた道は嘘だったのかっていうことになるじゃないですか じゃないですか。ありがとう。こいつを通報したかったんだ。コメントたくさんしてくれてたから的が絞りやすかったわ。自己分析がすごすぎ。いやそうだから、治った、あ、まあ確かに
メンヘラの時とそうじゃない時があるんですよ、私の中で。すっごいサバサバしてもうどうでもいいみたいな時と、なんか、え、かまってもらわなきゃ死ぬんだけど、え、死ぬってなった時と2パターンあるから、そうだから今日もう一回やる。ちょおすすめの診断方法ないですか？おすすめの診断方法ないですか？安心してくださいよ、あなたは便のヘラや。本当？え、じゃあ ここにいる人たちはもういいの。ここにいる人たちは私のことを本当にいつも好きで見てくれてる人たちだし、もうほとんど覚えてるからいいんだけど、そう、今からファンになったり、例えば最近ファンになったよっていう人たちのためにも、私ははっきりさせておきたい。今後私がメンヘラとして売ってもいいのかどうなのか。オタクのいいね欄まで見えたらメンヘラじゃない？いや見るだろ普通、それはどんなアイドルでも。いや絶対見てない、知らない、エコソなんか知ったのみたいなやつ言ってるやつ全員知ってるからね、マジで。ほんとそういうアイドルに騙されないでほしいです。エゴサとかあんまりしないんですけど、絶対してる、もう絶対してる。夜寝る前見て病んでる、絶対。それは本当にそう思う。でもその子はそういう売り方してるから、まあ別にそれでいいと思うんだけど、私は絶対にしてると思ってる。もう本当に絶対、もう本当にいくらかけてもいい、本当に。そう、いや本当に本当に。いや本当、猫かぶりアイドルはの闇は私は全然まだ暴けますけど、ちょっと高めのさバッグ持っててさ、ママの借りたとか、なんかもらったみたいな、絶対嘘、最近の給料で買ってる。絶対嘘だから、それは本当に。うわ絶対もう 100% もらったはまああるかもしれないけど、ママの借りたは絶対自分のやつ。うん、最近入った給料とかで買ってる。まあ本当にそれは本当にそう。うん、お誕生日プレゼントにもらいましたみたいな、ママに買ってもらいました、絶対嘘。そういう高いの持ってたらアイドルとしてのイメージがあれだなと思うから、そういう風に嘘つくだけ。うん、まあでもそれはね、その人の売り方だから別に私はどうとも言わないけど。でもなんか頑張ってんなって思うよね、こっちからが、こっち側からしたらね。全部言っちゃう系としては、ああ頑張ってんなと思って見てるけど、そういう人パッパおるんやない？いや、なんかそんな話はあんまり聞かないし、多分そういうの暇ないと思う。うん、私は全然いいと思いますよ。それでもなんか、あ、そういう感じでやっていくんだなみたいな。だけどまあまあまあ、うんって感じ。うん、アイドル警察。うん、でも別によくないって、私はなんか頑張ったので自分でご褒美に買いましたって言っちゃっても別に私は良くないと思いますけどね。うん、うん、なんでそんな小さな嘘を積み重ねるんだろうか思いますけど、まあ
まあいいでしょう。ちょっと私メンヘラ診断やるんで。何を信じればいいの？だからこれ5000億万回ぐらい言ってるんだけど5000億万回ぐらい言ってるんだけど、あの信じたいと思ったものを信じればいいし、裏切られても許せると思ったものしか信じちゃダメ。わかる？そう、人間は裏切る生き物だから、もうそこは諦めなきゃいけないよ。友達にしても、まあ家族にしても、仕事の人にしても、そう、自分がまあこの子にだったら裏切られてもいいかなって、裏切られても好きでいれるかなって思う人と一緒にいたらいいし。だから何を信じればいいのとか、そこまだそう言ってケツが多いガキですねそう、もう何を信じていいか分からない、なんとかかんとかまた裏切られたみたいな。信じた自分のこともちょっとはこう、なんか、あ、自分が信じた私が悪かったなってこう思えたら、ちょっと心が楽になるじゃん。もう相手に100悪いことを押し付けてしまったら、その人だって何か理由があったのかもしれないし、そう、その人だって何か理由があってそうなってしまったのかもしれないし、勝手に信じてたのも自分だし、じゃあ逆に自分はその人に対して裏切られるようなことをしてないかなっていう、まず考える。期待しちゃいけない、もう全てにおいて自分の思ったことを遂行するためには自分の力でいかなきゃいけないから、他力本願でやっていこうと思ってる人は期待しちゃダメ。もうその他人に期待しないことが一番自分を守ることになるから、私は期待して何とも傷ついて疲れて、もう嫌だなって思ってきて、それで気づいたんだけど、やっぱり期待してる分だけ裏切られたらしんどいんですよ。うん、あ、裏切られた、なんでってなるのって、それだけその人に求めてたものが大きかったから、なんか、あ、じゃあもうこの人は私にとって何なんだろうみたいな、めっちゃ考えちゃうみたいな感じになると思うんだけど、そうじゃなくてちゃんとなんかその自分にはその人に、じゃ逆に信じられるだけのものがあったのかどうかとか、まず一回考えてからじゃないと、その人が裏切ったことに何か理由があったのかも聞かずに、あいつが悪いみたいななってたって、自分が苦しいだけだから。だってその人は多分そのこと考えてもないだろうし、本当にひどい人なら、うん、だし、なんか裏切って悪いなって思ってる人はちゃんとそのモヤモヤを解消してくれる人だと思うから、だから裏切られてそこでスパッて終わる関係だった人のことを信じてしまった自分のことをまずは悔いた方がいい。わかりますか？だから私にもその手のことを聞いてこないでください
の何を信じればいいんだ。待って待って、勝手にファンになったのはまずそっちだし、ファンになってくれたことはすごくありがたいけども、なんかそのアイドルのこと信じて好きだったんなら別にそれを丸ごと包み込むぐらいの好きじゃないとダメじゃないって私は思う。だし私はアイドルを推してた時別に何されても私はこのアイドルを推すって思うから、思えてたから、そこじゃない。だってそれ一人の人間なんだからさ、その人だってって思いますよ。うん、そうだからアイドルはもう信じられないってなった人は別にファン辞めればいいと思うし、うん、そんな半端な気持ちで応援してほしくもないし、こっちだってしっかりちゃんとなんか応援してくれる人には私はそれだけの分を返したいと思ってるから、だしそれまでのこと全てを忘れて、じゃあ今までの日々例えばなんかあって握手会とかあってお話しして楽しかったなっていう思い出も、そう裏切られたって自分がバーってなることによって全てここをなしにしてしまうことの方がもったいないと思うから、ここまで楽しかったな次に行こうみたいな、それで忘れられたらもうこっちだってハッピーじゃん。って私は思うんですよね。これは違いますか？うん、違うなら違うでその人の正義があるだろうから、私はもうそれ以上何も言わないけれども、うん、でも私はもらった分返そうと思ってるし、恩返ししないといけないと思ってるから自分のやりたいことをやるし、そうだからもう勝手に卒業発表していなくなったから裏切られたみたいな言ってる人たまにいるけど、はって、もう推しの幸せも願えないようなファンはファンじゃねえからって思う本当にその子の選んだ推しの幸せが自分の幸せ、わかる？好きな人の幸せが自分の幸せって思えるようになってからがファンです。うん、それはアイドル側の意見だからみたいな言ってくる人いるかもしれないけど、私はもともとNMB さんのファンだったし、どっちの気持ちも分かるから言ってるんですけど、別に何されたってその人がその人のことに変わりないんだから別にそれでよくないって思う。考え方とか、まあ、容姿とか、まあ、好きになった理由はそれぞれあるかもしれないけれど、そうだから私にそんなこと聞いてこないでください。はい、私はメンヘラの診断をしたいんですよなんでこんな話になったかっていうと、そういう意味の分かんないコメントがあったからです。1言われたら150ぐらい返すんで、あんまり調子に乗るな小僧どもケツの青いガキが、その程度のことで悩んでるやつはな、私と同じレベルには立てない。帰れ。人生経験が浅いんじゃないのか。貴様ら何年生きててそんな感じなんだよ。小童子か小童子。嫌なら見るな、口答えするなら帰れ。
私に近づくな、二度と私に関わるな。私はずっと言ってますよ。こわっぱどもめ。あ、はいはい、やりますね。どれが当たるの？昨日やったやつどれだっけ？なんか短くてちゃんとしっかりできるやつがいいよね。あ、鼻水止まったかも。あ、これはいけるかな。あ、ちょっとこれでいってみますね。いやー、これ、あ、でもこれってさ、え、質問なんですけど、上の方に来るのがアクセス数多いやつですかね。アクセス数多い方が信憑性あるかな。それともこのなんかサイトがお金払って上の方にしてくださいって言ってんのかな。え、アクセ、そうだよね。え、そうだよね。勘繰りすぎ私が。じゃあ、これでやってみようか。感情をすぐ顔に出してしまう方だ。うん。え、出すよね。出してるよね私。出ますね。出してる？はい。はい。はい。いや、がっつり出すよね。でもこれ、とても当てはまる、やや当てはまる、どっちとも言えない、あまり当てはまらない、全く当てはまらないがあるんですよ。どれかな？ちょっと待って、これさ、何人もいてこの全員出してるって言ってるんだけど、この確率すごくない？とてもとても当てはまる、はい、人から指図されるのは嫌いだ、いい、これはもうとても当てはまります。何かをやっている時でもよく他のことに興味が湧く。あー、これは湧かないかも。何かをやって一個のことに集中するから全く当てはまらないかもしれない。自分ではよく気が利く方だと思う。気が利く方、気は利かないと思うんだよね、わがままだから。でも全く当てはまらないってわけでもない、あまり当てはまらないかな。あ、でもある種の質問に対して正直に回答しない人がいますが、十分織り込み済みで信頼性には影響ありません。だって結構強気のサイトじゃないこれ。他人に同情してしまいがちだ。いや、これど、いや、でも泣いてたらもらい泣きしちゃうんだよね私。卒業公演とかさ、誕生日のさ手紙とかさ、めっちゃ泣くんだよね、泣くつもりなくても。え、これどうなんだろう、同情して、まあ、映画もめっちゃ泣くし、これってどうなんだろう。
人に同情してしまうがち。いやいや当てはまるかな、まあ、どっちかといえば何かを選ぶ必要があるときすぐに決心してしまう。あーこれはやや当てはまる。すぐ決めるかも私、パッて即決するかも。で後で後悔する、もうあーこっちじゃない方が良かったなってでももう悩んでる時間がもったいないって思っちゃうんですよね結局。それなんか優柔不断みたいな、私優柔不断どこのみたいな言って女子とか見ててめっちゃイライラするから、自分で言うのよそれ、周りに言われるやつだろうと思ってイライラするからでも私はたまにめっちゃ選べない時もあるけど、でもまあこれはやや当てはまるでいきます。意見の違う人っても気軽に付き合っていける、まあ、これは全く当てはまらないです。深く考えるよりすぐに行動したい、うんこれはとても当てはまるからな。だよね、うん、はい。日頃から無駄遣いしがち、いや最近はしない、最近は意識してるからしないけど、気を抜くとめっちゃするので、これはとても当てはまるにしてます。リーダーとしてみんなを引っ張っていきたい。いやリーダー気質はないんですよね。どっちかっていうと裏回し的なことであったら全然やりたいと思うんですけど、表立って誰かを引っ張るっていうのは私には向いてないと思うので、例えば何か話し合いをしていて、話し合いのリーダーがいたとするじゃないですか。その話し合いのリーダーの意向をこう、なんだろう、話をこう変えていくことはできるんですよ。わかりますか？自分の好きな方向に舵を取ることはできるんですけど、リーダーにはなれないタイプだと思うんですよね私。だからどちらとも言えないかな。新商品や新しいお店に興味があり気になる。あー、まあ、お店が興味があり気になる、まあこれはやや当てはまるかな。世の中には不満なことが、それはそうだろう。はい次へ。役職につかず回すタイプ、うん、これ質問や、うるさい黙れ、嫌なら見るな口答えするな、帰れ、さよなら、はいはい、いいですか、やります。次、行動を起こすとき先々のことを考えてしまう。例えばどういう時ですかこれ、ちょっと私日本語理解するのわからない。これ例えばどういう時ですか、例を挙げてもらえますか。行動を起こす時先々のことを考えてしまう。これは全部で何問あるの。あのね、何問とかじゃなくて5ページまであって、今3ページ目これやったら先読みしすぎてというか、今回の洋服の件とか慎重派ってこと、先のことを考えて行動する。はーん、どうだろう、どうだろうな。
これはじゃあ違うかな。これ当たって砕けた石橋を叩いては誰か。ああ、なるほどね。何かを始めてその結果どうなるか分かんない。ああ、そういうことね。行動を起こすとき、あまり当てはまらないかな。たくさんの人と関わり合っていきたい。全く当てはまらない。現実より理想に憧れる方だ。現実より理想に憧れてるは憧れてるけど、やっぱり結局現実に戻ってきてはーってなって病むっていう選択肢ないですか？理想高すぎて自分のこうなりたいとかこうしたい、自分が今こうだったら嬉しいなみたいな、新しい選択肢生み出そうとしてんだけど私。芸術、何だろうな、理想に憧れる前、これはやや当てはまるにしときましょう。どちらかというと真面目で冗談はあまり好きではない。真面目かな、真面目ではないな。冗談はあまり好きではない。冗談、人生が冗談みたいなことあるんで、私はあまり当てはまらないにしておきます。やり方やルールを変えるのは好きではない。いや、全く当てはまらない。もうルールなんていかに上手にかいくぐれる。それが大事、はい。人と関わったり人の世話をするのが好きな方だ。いや、関わるの好きじゃないけど世話をするのは別に嫌いではないな。あまり当てはまらないにしておこう。人と関わりたくないから。どちらかというと開放的で陽気なタイプ。全く当てはまりません。取り越し苦労をして落ち込むことがある方だ。何取り越し苦労って、何取り越し苦労って何ですか。取り越し苦労をして、あ、だからなんか空回っちゃうみたいなこと。心配して損したってやつ。あー、なるほどね。勝手に悪いように予想すること。めっちゃあるんだけど。めっちゃあるんだけど、とっても当てはまるにしよう。自分の悪い想像ばっかりしちゃうってことだよね。そうだよね。私はよくあります。もうそれで毎日病んでる。自分は礼儀を重んじ堅苦しい方だ。礼儀何ですか。堅苦しい、あ、何ですか。はい、全く当てはまりません。だらしないことでが嫌いで几帳面な方だ。あ、これは当てはまります。実は、掃除好きだし、だらしないのはちょっと無理です。うん、物事に熱中すると他のことはどうでもよくなる。めっちゃそれはそう。人から嫌われるようなことはしてはならない。いや、人から嫌われるようなことをして生きてますけど、私大丈夫ですかね。人から嫌われるようなことで、なんなら炎上とかいうことで、まあ一時期は売っていたみたいなところあるので、これは全く当てはまらないにしておきます。人のことを羨ましく妬ましく思うことがある。最近は思わないんだよな。でもなんともない、マジなぎ。でも例えば昔だったら、そのポジションとかで、一喜一憂してたり、
なんかなんであの子なのって思うこともたくさんあったし、なんだけども最近はもうどの位置にいてもアイドル楽しいみたいななるからそうそう、アイドル楽しいんだけどってなるから別になんとも思わなくなったんだよね。でも例えばなんかすごい可愛いなんかカフェに行ってたり、私が行けない間にディズニー行ってたりみたいなことをがあったらなんか羨ましいなって思うこともあるから、これはやや当てはまるにします。やはり興味が強く流行りに遅れたくない方だ。あ、違う、流行りに興味が強く流行りに、え、これどうかな、私でも結構ミーハンとこあるんだよね実は。え、どうこれ、私流行りに興味強いかな。お休みお休み、ミーハーでいいんじゃないですか。そう思う、やや当てはまる、当てはまる、やや当てはまるにしておくね。人におだてられるとついついその気になってしまう。もうそんな、もう褒めれば褒めるほど伸びるし調子に乗ります。なのでとても当てはまります。はい、人の噂が気になる方だ。これはどういうことですか。別に私他人に興味ないんですよね、どうでもいい、マジで本当にどうでもいい。誰と誰がどうとか、ここで何がどうとか、もうどうでもいい。もう私の人生にそれ関係ないって思っちゃう。うん、世界中だから、やっぱり私は自分が世界の中心だと思って生きてるんで、もう本当にマジでどうでもいい。なのであまり当てはまらないにしておきます。その調子だって、これが4ページ目ですね。自分がすることに自信が持てない方だ。これはあーどうだろう、これはいやいや当てはまる。気になったことが頭から離れず苦しむことがある。あ、これは本当にそう気にな、一個気になったらもうずっとそればっかり気になっちゃって、もう動揺がすごいみたいななっちゃうかも。結果出たら、でもこれはこの診断にかけてるから、私はあのあの、まあ、これをしつつ配信で自分の話をしつつコメントを見つつっていう感じでやっていくので、はい、ちょっとすいませんけどそういう配信だと思って聞いてください。どうだろう、自分、確かにそう、自分もある。いや、そこは、いや、今後の売り方に関わる、マジで。聞こえません、何聞こえませんって、音聞こえない、何聞こえませんって、さっきこの人さようならって言ってなかった、さようなら来なくていいよ、もう大丈夫全然聞こえてる、あ、ほんと、うん、ちょっと変な人だわ変な人だわ、さようなら、うん、さっきさようならって打ってたのこの人、さようなら、バイバーイさようなら、はい
聞こえてないのかな、これも。さようなら。え、違うかな、なんか同じ名前の人でね、インスタの DM に毎日毎日もう1時間に1回ぐらいのテンションで結婚しよう結婚しよう結婚しようって送ってくる人がいるんですよ、同じ名前の人で。もう多分30回ぐらいブロックしてるんだけど、それでもアカウントを変えて送ってくる人がいるんですよ。その人かな。しかも結婚しようって、結婚しようじゃなくて結婚しようなんですよ。ちっちゃいようになってるの、ようが。結婚しよう結婚しよう結婚しようってなんかもうほんと1時間に1回ぐらいバーって送られてきてる人がいるんです。その人かな。まあ別にそれはいいんだけど、さすがにあの、俺って言ってんだけど、あのあの配信に来ると他の方に迷惑なのでやめてください。別に DM 送ってくるのは構わないんですけど、はい、結婚証やん。うまいね、どうした、うまいね。俺って言ってたんだけど、怖い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 。でもなんかアカウントのアイコン見たらパルルさんとかなんか全然違う人が写ってて、あ、これ誰にでも送ってる人だなと思って。でもさっき俺って言ってたよ、怖いんだけど。あ、全然いいよ、あの結婚しようとか別に送ってくるのは全然いいんですけど、あのあのね、あまりその皆さんに迷惑をかけないようにしていただけたら嬉しいなと思う。ちゃんとチェックして、いやもう一周回っておもろいから、この人もこの間ブロックせんかったっけみたいな、うん、疑いしかないのかって言ってる。え、ちょっともう怖いよ、別に疑ってはないですよ、あの、いや、あの、すいません、本当に本当にすいません、本当にすいません、通報させていただきました。ちょっとおもろいから一瞬の話にしたんだけど、聞こえてるやん。それしかなくてさ、大丈夫かな、大丈夫、みんな大丈夫だよ。みんな大丈夫だよ、ごめんね、止まっちゃってごめんね、あのごめんね本当に。ちょっと、うん、え、これ私が変って思うのが変かな、ちょっと結構困ってたんだよね、何回か相談したんだけど、運営の方にも。あの何回か相談したんだけど、何回もアカウント変えてこられるし、別に結婚しようって送ってきてるだけなので、あの害はないかなと思って放っておいたんですけど、あとなんかブロックしたらまた違うアカウントで来るし、もう構わないのが一番いいと思ったんで、あの構わないようにしてたんですけど、え、そうそう、何回も上にも言ってるし、でもね、アカウント変えてくるんだよ、まあ、びっくりして。でも、うん、別に内容とかは本当に結婚しよう結婚しようっていうか、まあ、結婚しようだけなんだけど、うん、そう、ごめんごめん、こういう人があの私がよく言う話の通じない人です。たまにいる、あの、はい、たまにいる話の通じない人はこういう方のことを言っています。はい、すいません。はい、なるほど、通じてないでしょ、通じないでしょ、いい例として、まあ挙げさせていただいて、まあでもおもろいな、見てる分には。
いやそうなんだよね、申し訳ない、会話にならない系の方が こういう方です。でも本当怖いから、ちょっと怖いなっていう思いがあって、そうだよね、ちょっとなんかもうこれ以上はいじらないでおくわ。でも本当にあのみんなに相談できてよかった、うん、ごめん、みんなに相談できてよかったです。はい、疑いしかないのかって言ってたもんね最後ね。うん、え、これは私が変なわけじゃないよね、そういう人もいるよって感じ、みんな え、そういう人もいるよっていう感じかな。そういう人もいるよっていう感じか、どう答えればいいか、いやわかんない、私が普通の感覚とずれてるからなのかなって思っちゃった。もうアイドルなら仕方ないって思ってここは飲み込むべきなのか、そのボーダーラインがあまりにもわからないから聞いてるんですけど、あ、そう、嵐みたいな感じ、ほんとなんかもう全部がそれで埋め尽くされてるみたいな、うん、あ、ほんと私がさっきから口ごさえするなみたいな言ってるから、みんな気使ってずれてないよって言ってくれてるわけじゃないよねだよね、そうだよね、私は普通だよね、うん、よかったよかった。はい、次いきます。自分は変わっているので頑固に思われがちだと思う。まあ変わっては いると思うんだよ今も言った通りなので、やや当てはまる。人のことを気にしながらも思った通り実行しないと気が済まない方だ。人のことを気にしながらも思った通り実行し、あ、これはもうとても当てはまります。チャンスだと思えば迷うことなくすぐ行動に移した。これはもうとても当てはまります。他の人が何と言おうとも自分のやりたいことを実行、もうこれもとてももう当てはまります。はい、何が何でも目標と、もうこれもとてももう当てはまります。新しいこと始めるとき心配事があってとりあえずやってみたい、もうこれはもう本当に当てはまります。他人にどう思われても自分の正しいと思うやり方で仕事をした、これももうとても、え、どうしたこの質問、もう当てはまるやつしかないんかね今はね、あ、今はね、あのメンヘラ診断してるよ、昨日のリベンジ、昨日もやったんだけど、そうこれアーカイブどっかに載ってるよね、映像倉庫かな、なんかどっかに載ってるよね、ね、見てみてたぶん後日結果で来るやつ、え、そうなのこれ、ちょっととりあえずやってみるわ、みんなと話のネタにもなるし、目標を設定し手段や段取りを整え物語に取り掛かり、え、物語、物事に取り掛かるようにしたい。目標を設定し手段や段取りを整え、いやもうめんどくさいめんどくさい、全く当てはまりません。仲間と意見が違っても自分が正しいと思うことは時は自分の意見を押し通したい、うん、これはうわっ、そう、うわっ、さまざまな情報を整理して自分なりにまとめたい。え、めんどくさいんですけど、全然当てはまりません。何事も実際に自分の目で見て確認したい。どちらとも言えないかな。別にめっちゃ見たい時もあるし、どうでもいいって思う時もある。さ、物事によります。あ、そうなんだ、映像倉庫は、あ、そっかそっか、映像倉庫の話ね、さっき言ってた
ごめんごめん、みんなありがとう、教えてくれて。わかんない子に教えてあげてね、仲良くするんだよ、みんなとみんな同士は仲良くするんだよ、私とはツンケンしてもいいけれどもね、ブロックされるかもしれないけど、ツンケンしてもいいんだけれども、みんなは仲良くするんだよ。自分の興味のためには時間もお金も惜しまずのめり込みたい。これは度が過ぎてたらそんなこと思わないかもしれないな。興味っていうのは、例えば私にとってはディズニーとかってことか。いや、のめり込みたいな。うん、のめり込みたいだってディズニーだもんね、私にとってそれっていう興味のあることっていうのは。そうだよね、自分の仕事が忙しくても悩んだり困ったりしている仲間を助けたい。これは申し訳ないんですけど、ちょっとキャラに反するかもしれないんですけど、悩んだり困ったりしてるとき自分が忙しかったら、忙しいのに助けてあげられる自分かっこいいって思いたいから頑張るかも。やや当てはまる。やれると思ったらためらわずに始めてしまう。うん、これもとても当てはまりますね。うん、じゃあ私の人生の中で一番あるのは死ぬ時に後悔したくない。まああれもこれもいっぱい後悔してきたけど、結果これでよかったよねっつって死にたいわけだから、なんかあの時助けておけばとか、そういうなんかしょうもないことを積み重ねたくないから、もうあの時の自分かっこよかったなって思って死にたいじゃん。やっぱそうじゃない。だからその人のためってよりかは、もう自分が忙しいのにその人のことも考えてあげてる自分かっこいいって思いたい申し訳ないけど私セカチューなんで、はい、すいません。理屈はともかく勘やひらめきで答えを出してしまう。あ、これは本当にそう。つまらないと思うと人の話を聞いてないことがこれも本当にそう。自分の興味の ためには時間もお金も惜しくはない。あ、これはやや当てはまるにしとこう。考え事をしていると全く関連のないことと結びつけてしまう。あるかも。やや当てはまる。何かに取り組むときは自分独自の方法を生み出してしまうもう運500回、初めて初めての経験でも以前に経験したように感じること、ある、めっちゃある。デジャブじゃんって思う時めっちゃあるんだけどたまに犬出る、ごめんね。決心する時理屈や論理より自分の気持ちを大事にして。これはそうですね。なんか自分の気持ちの後付けで論理を持ってく、 理屈とか理論をくっつけるかも、自分の気持ちを通すために。だからとても当てはまる。言葉よりも数値や数式で説明する方が簡単だ。数値とか数式わからない。ついつい理由や理屈を詳しく説明してしまう。あ、これはあの、だから私は自分の気持ちを通すために理屈や理由を後でくっつけるんですよ。あなたにもこういう利点がありますよみたいな、こう理屈を後でくっつけることが多いんですけど、これはその理屈を説明しちゃうかもしれない。だってさ、あなたにとってもこうこうこうじゃない、だからこっちの方が良くないって、その自分の気持ちを通すためにそれをやってしまうから、とても当てはまるにします。友達よりも自分の役立つ人との付き合いを優先これってどういうこと？例えばお仕事の人か、めっちゃ仲のいい友達かってこと？
だとしたら私役立つ人と一緒にいるから、だってもちろん人と一緒にいたくないし、優先するならそっちかな。自分自身のことも他人のことも分析する癖がある。あ、これは他人はどうでもいいんだけど自分自身のことは分析するのでやや当てはまります。理由を知るために分厚い専門書を読んだりする。はっ、これどっちだろう。でも分かんないことは全部調べるんですよね。これはなんでなんだ。例えば頭痛がするときに、なんでこんなに頭痛がするんだろう、頭痛が起こる理由とかを全部調べるし、なんか地球がどうやってできたかみたいなのをたまにプッて浮かぶ時があって、そのプッて浮かんだ時にやっぱりなんでなんだって思ったらすぐ調べたくなるでしょ。でも分厚い専門書を開けるのはめんどくさいし、本屋に行くのもめんどくさいと思うので、やや当てはまるにします。自分が正しいと思えば他人の目など気にせず行動してしまう。これは本当にそう。思いやりや気遣いのない発言や行動を見るのは不愉快だ。それは誰でもそうじゃね。そんなんさ、だってさ、え、なんでそんなこと言うのってことでしょ。まあ、自分が言うのはいいとして、人が人に言ってんのは気分良くはないよね、そりゃ。自分が言うのはいいとして、棚にあげます、全部棚にあげます、もう棚あげマンです。自分のことを棚にあげます。なんなら私が棚の上です。はい。人の体験談を聞いて共感することが多い。あ、これはやや当てはまるかな。お、最後のページに来ましたね。もう少しですって。はい。なんなら私がもう棚の上に乗ってます。あぐらかいて待ってます。何上がってくるかな次っつって。はい。これ最後にメアド入れろって言われる。嘘でしょ。入れない方がいい。 OK、まあ、とりあえずやってみるわ。ここまで来たし。落ち込んでいる人を見ると励ましてしまう。え、でもさ、人間の論理としてさ、じゃあさ、目の前にさみたいな人がいたらさ、え、大丈夫ってなるじゃん。励ますでしょ、これは。映画やドラマを見て感動したらこういうのめっちゃ泣きます。憂鬱な気分になりやすいです。常にやることが多すぎて片付かないです。はい。いつも気分の切り替えをうまくできる。できません。失敗しないように努力しなければならない。いや、違う。これは努力してる自分偉いってなるから、失敗しても別に大丈夫。うん、失敗したってなんとかなるっていうか失敗しない。なので当てはまらないか、あまり当てはまらない。嫌な失敗や嫌なことがあっても寝ると忘れてしまう。いや、ずっと忘れません。もうずっと一生根に持ちます。自分の思い通りにならないとイライラする。とても当てはまります。ふとどこかに行ってしまいな、とても当てはまります。物事をつい悪い方向に、当てはまります。心配なことがあると気になって眠れなくなります。いつも眠れません。嫌なことを思い出すことがとてもあります。何もかもが嫌になる時しかありません。なんなら時々他人を傷つけにはいられないような気分になる。はい、それが昨日の八つ当たり配信です。時々何かを壊したくなる。もういつも壊してます。整理整頓しようと思ってもなかなか片付かない。あ、これは片付きます。すん。もうすん、これは片付きます。なんなら掃除が大好きです。はい。自分の周りに塵一つ置きたくない。それが私です。すん。買います。
するときに何から何を話題にしてよいかわからない。これコミュ障のあれかな。まあ、わかるよ。でもまあ話題に、どうなの、まあ、うん、そうだね、とても当てはまるにしとこう。相手の気持ちがよくわからないことがある。相手の気持ちだってもはや考えませんがね。とても当てはまる。人と話すときについつい緊張してしまう。これは本当にそう。空気を読みなさいって言われてもどうしてよいかわからない。リカ空気しか読んでないと思うんだけど、まあどちらとも言えない。アニメやドラマ映画などを見ても登場人物の考え気持ちを、登場人物の気持ちしか考えたことない。本当のことを言っただけなのに気分を悪くされることがある。いやそれしかないんだけど、毎日それの繰り返し。怪我をしてもあまり痛みを感じない。最近そうかも。やや当てはまる。別にこれぐらい大丈夫っしょって思っちゃう。人が怪我をして痛がっていてもかわいそうだと思わない。なんなら笑います。大丈夫ですか。最悪なんだよね本当に。たとえ大きなチャンスだと思ってもリスクのあることはしたくない。いやこれは私ちょっとギャンブラーのところあるんであまり当てはまりません。揉め事にならないように人の意見に反論を述べないようにしている。反論しか言わん。揉め事が起こったら自分が我慢すれば済むことだと考える。そんなこと思いません。もう自分がもう自我しかない。我が道を行く。我が道しかない。もはや何も見えない霧の中だが進む。もう私は何も見えない。もう私は自分が生きることで精一杯。ただそれだけ。信じれば人は悪い態度や行動を改める日が来ると思っている。来ないよそんなの。だって今まで私がどれだけ説教してきても誰も響かない。ヤフコメはいつものまま、まとめサイトだって悪口しか書かない。もうそんなのやつはゴミだめばっか。気持ちは感情は優先せず一歩退いて客観的に出来事を見直す。そんなことしたことありません。知っている話をされた時は時間の節約のため次の話題を促す。あ、これは本当にそうです。相手の話で触発された時は自分の意見や知識を積極的に話す。どういうこと？マウント取るってこと？これマウント取るってこと？どういうこと？相手の話は触発された時は触発、自分の意見や知識を積極的に話す。話すかも。自分の興味のない話題は時間の無駄なので話題を変えるんです。最悪じゃねえか。まあそうなんだけどね。相手の話の途中で倫理的または道徳的な問題があれば指摘する。それちょっとどうなのってこと？別にどうでもいい。そいつがどうなったって私はどうにでもいいから別に何も言わないかも。相手の話が感情的で合理性に欠ける場合考え方を改めるように意見を言う。マジで本当にどうでもいいよ。もうマジ聞いてながら話。相手の話が長いとイライラする。もう本当にそう。自分の要求より他の人の要求を尊重して優先している。ん？自分の要求を他の人の要求じゃない？そんな人いる？人間で。自分の問題で人の手を煩わせないようにしている。これはそうかも。自分で解決しようとはしているか、まあ時々かな。アドバイスをしてくれる人の言うことは正しいので従うようにしている。これどうだろう。聞く時もあれば聞かない時もありつつみたいな。全くそうしていないでしょ。嫌われて いない。嫌われたりしないように謙虚にしている。当てはまらない。人の要求や要望を要求や希望は言われなくても汲み取るように気をつけている。あ、これは取ろうと思ってなくても汲み取っちゃうかもな。私あれなので、なんか分かっちゃうから人がどう思ってるとか悪い方もいい方も、あ今こう思ってんなっていうのすごい
まあ、悪い方の方が分かるけど、すごい分かっちゃうから、もう汲み取るように気をつけているっていうか、汲み取っちゃう勝手に。質問をされたらはぐらかすずにちゃんと答えているねえ。まあでも雑誌とかで質問されたらってことだよね、うん、まあ、相手が謝らない限り自分から謝らないようにしていやそんなことないと思う。ごめんねとはよく言うけど、ごめんね。まあまりそうしていないかな。舐められるといけないので不満を感じたら文句を言うようにしてる。舐められるといけないのでっていうか、普通に腹が立つから文句は言うよ。だからいつもそうしている、こちらの気持ちを汲み取ろうとしない相手とは付き合わないようにしている。こちらの気持ちを汲み取ろうとしない相手、私の気持ちを汲み取ってくれない人とは付き合わない。うん、それはそうだよ。相手に怒りを感じたら冷静になるように自分に聞かせてる。いや、そんなことしたことないから今こうなってるんです。人からバカにされたと感じたら謝罪を要求するようにしている。いや、別にもうどうでもいい。別にバカにされてても、まあバカにされまくってるからどうでもいいんだよね。当てはまらない。あなたの性別を教えて。あ、すごいすごい。こっからあれなんだ、こういうの入れなきゃいけないんだ。これ適当でいいかな。北海道にしよう。生年月日は、2013年の2013年1月1日。私を構成する初成果がメールにって思ってた。ちょっと待って、メールやないか。これメール入れないと無理なの。おピメ、メールじゃないと無理なの。メール来てもエラーで結果見れないよ。騙された。私の性格を露呈しただけだったんだけど、このメンヘラ診断。いや8歳ねえ、私の性格を露呈しただけだったんだけど、これ何なの。また短くてさ、すぐできるやつないわけ。これ今までの時間何だったの。私がただ性格悪いことをすぐに言って、なんかもうみんなに知らせてしまっただけだったんだけど。よくわかりました。こちらとしては楽しかった。え、でもみんなから見ててこれはメンヘラなのか。メンヘラではないよね。これ何問？全部で5問だって。これやろ。恋愛関係においてこの中で最もあなたに当てはまるのはどれですか。どうにか自分に振り向かせる。本音を隠す。辛いことも悲しいことも正直に話す。SNS に思いを投稿する。へえ、2個当てはまるんだけど。でも悲しいことも辛いことも正直に話すかな。恋愛関係においてこの中で最もあなたに当てはまる状況はどれですか。すぐに LINE を返信する。基本的にポジティブ。何かあると落ち込んでしまう。恋愛以外になりました。何かあるとすぐ落ち込んでしまうかな。この中で恋人を求める状況として求める。恋人はもういいんだが、できる限り早く連絡をしてくれること。特に強いこだわりはない。
繊細な私に気をつけてくれること、自分と同じくらい好きでいてくれること。後半2個どっちもそれな。後半2個どっちもそれな、なんですけど、まあ繊細な私に気をつけてくれることかな。この中で恋人にされたくない、避けたいことはどれですか。無視されること、知ったような口を聞かれること、一日連絡できないこと、あなたの本性がバレること、 SNS でフォロー解除されること、優しくしてくれないこと。え、でも無視されること全部嫌だ、全部嫌だ、全部嫌な時どうしたらいいの。これ全部嫌だっていうやつないないんだけど、一番嫌だよね、一番嫌。優しくしてくれないこと。この中で恋人にされたくない、避けたいことは何ですか。何をされてもあまり気にならない、自分の思いが通じない、プライベートを詮索、あなたに構わず自由にゲームをしている、あなたの構ってを適当にあしらう、 SNS の一言に一応物をつけてくる。自分の思いが通じないことです、これは。あなたのタイプはすぐに落ち込むタイプ、あなたのメンヘラタイプはすぐに落ち込むタイプ、あなたはメンヘラの中で最も内向的なすぐに落ち込むタイプになりました。すぐに落ち込むタイプのあなた、あなたは真のメンヘラと言ってもいいほど、最もメンヘラっぽいメンヘラです。おーい。メンヘラの中には陽気なタイプもいるのですが、あなたは究極なまでに内向的なメンヘラになります。すぐに元気を失ってしまう鬱気質で、コミュニケーションを苦手としています。自己評価も著しく低く当てはまりまくってて、草どこか薄暗さがあります。しかしクリエイター気質であるあり、独創的な世界観を持っているタイプとしても知られています。これ当てはまってない文字が一つもない。すぐに落ち込むタイプの特徴、真のメンヘラ、自己評価が著しく低い、すぐに元気がなくなる、どこか暗い、引きこもりの素質あり、独創的な世界を持っている。納得できない。納得できないです。そんなことある？ねえ、そんなことありますか？私メンヘラじゃないもん、鼻炎なんて言わないもん、あり余ってへらる感情なんて。納得できない。当てはまるよ、確かに全て。でもなんかどこか暗いって言われたし、いや暗いよ、暗いし引きこもりだしすぐ落ち込むし、自己評価はそんなに高くないです。やめろ、ただのメンヘラではない、真の男言って。聞いてるやんか、そのコメント。私もまふまふさんの今日なんかいいよね、あの歌ね。私メンヘラじゃないもん、
ぴえんなんて言わないもん。アブコナでやれたあの曲。スキピのスキピだったりさ、友達いない悩みにはストロングしか勝たん。マジで本当に納得がいかない。ちょっと待って、私明日さ、明日の予定見てもいい？今気づいたら始めたの遅かったのね、今日ね。11時も眠いよね、みんな寝ていいよ、おやすみ。そうやってリカのこと一人にして寝るんでしょう、ね、リカは朝まで寝れないというのに。ん？別にいいよ、寝ても。寝てもいいって言ってるじゃん、別に。私のこと置いて寝るんだったら寝ればいいよ、先に。明日仕事？明日お仕事？明日お仕事ですか、皆さん。学校？学校？でも入試とかさ、あれの季節だよね。卒業とかもうすぐ。休み？仕事休み。在宅不定期仕事。あ、そうなんだ。仕事仕事。仕事やだね。行きたくなくない？もうやめよう、仕事。リカとずっと一緒にいよう。あれ？こういうところかもしや。なんでさ、もうお仕事だって行きたくなくない？私も今日、あ、行ったら楽しいんだよ、行ったら楽しいんだけど、私はね、好きなことしてるから、仕事で。だけどなんか、あの行くまでが帰りたい。もう布団の中で今日打ってたからね。なんなら帰りたい、帰りたい、かっこ家。本当はかっこ布団の中って書こうとしたけども、それを書くともう本当にこいつやべえってなると思ったからやめたんだけど。一生一生にいてくれや言ってる人だ。仕事行くの？お仕事行ってもいいけど、じゃあちゃんとリカのこと考えながら仕事して。なんか仕事のことばっかり考えて、そうやってなんか今リカちゃん何してるかなとか、そういうことを考えながら仕事して。わかるよ、起きた瞬間いつも帰ったりな。でしょ、そうでしょ。もう起きた瞬間に帰りたいって思うからね、私も。気がついた、その目を開けたその瞬間、目に視界に光が入ったその瞬間から私は帰りたい。あと起きたけど起きてないことにする。あ、起きてない今起きたなって思ったけど起きてない、私まだ寝てる、気づいてない、きっとこのアラームに気づいてないんだ私はって思いながらもう一回寝る
飲んないよ、ピメ。遅刻したいな、かっこ向かうみたいな感じ。わかるわ、めっちゃわかるわ。いて、首痛い。リカちゃんサボって仕事するなんてできません。逆なのよ。仕事サボってリカちゃんのことをあれするなんてできませんよならわかるんだけど、リカちゃんサボって仕事するなんてできません。逆なんだよね。現場だと時間通りに行けるか、おしめいだい。現場逆に遅刻してきたら本当に怒るからね私。怒りのオピメ参上。私はだいたい人格5個ぐらいあるんですけど、八つ当たりしまくりやさぐれオピメと、優しい菩薩もうなぎの心のオピメと、もう闇気絶頂もう本当に無理生きていたくないなんなら死にたいの時のオピメと、まあなんとかなるだろうどうにかしていこうぜみたいな、なんだか知らないけどポジティブなオピメと、あとブラックフォルダっていう、もう説明すらできないところがあるんですけど説明がつかない。この人格をみんなには見せてない内緒のフォルダがあるんですけど、そう五重人格で やらせていただいていて今日は割と、まあ、なんとかなるだろうの人と、あのやさぐれオピメがもうミックスのケルベロスみたいな感じになってた、顔2つあるみたいな感じでやらせていただいてました。オピメはいつも優しくて可愛い、ありがとうございます。それぞれの記憶はあるの？うん。それぞれの記憶を一つずつ残してたら、多分ね、3番目の時に死ぬ。3番目の時に死ぬ。ポジティブいるよ、4番目の人。5番目はもう見せられない。みんなには見せられない。私の闇フォルダ。私の闇フォルダがあります。今日4番目と1番目のやさぐでどうでもいいやつ当たりオピメと、まあどうにかなるだろうやってみんさいみたいな、ちょっとなぜかポジティブなオピメが合体した、そう今日はその日だった。トピックマガジン3月は出ますか。あでもコロナがあって緊急事態宣言出たじゃないですか。それのせいで撮影一回飛んだんですよね。そっから何の話もなくて中止になってるはず確か。うん。そう2月は出てなかった。今のところ撮影はしてないですね。なんか私の
出演情報のやつって更新されてます？また私変なこと言うからあんまマイルドに言うんですけど、なんか更新されてますか？まだされてないのかな。ああ、わかんないか。じゃあ、まあ、まだ発表されてないんだな。まあ、情報解禁をお楽しみにしていてください。近々なんかに出ます近々？どれぐらい先なんだろう。まだわかんないけど、期待していいのか。まあ嬉しいと思いますよ。わかんないけど、私はあんまり自信持って宣伝はできないあんまり得意なことじゃないから。まあそうだね、みんな見たいもんね普通に。生配信でいくらほぼ毎日見れてるからといってあれだよね。頭ブンブンして待ってるが、頭取れたら拾ってね。オッケー、任して。嬉しい、ありがとうございます。メディア露出嬉しい。でも私はもう本当にみんなとここでくっちゃべって公園出て楽しくやってるだけでハッピーハッピーハッピーな人だからなんか別にそれに関してみんなが嬉しいって言ってくれるんなら頑張れるけど、そこでねみんなが別にリカちゃんの好きなことだけやってればいいのみたいな感じになっちゃったら私も、じゃあ公園とショールームでいいっすかってなっちゃうんでみんなのそういうのはすごく力になります。頑張ろうって思える、まあ、やっぱりね好きなことだけやっててもねあれなんで仕事にはならないので。でも自分の感情がコントロールできる範囲内でそういうのをやっていけたら嬉しいなって思って。今更ですが月刊エンタメの動画が良かった。リカちゃんのグラビア好き。あ、グラビアも好きです。私楽しい。グラビアはてか写真撮られるのそんなに嫌いじゃないから、カメラ、嫌いじゃない。スチールはね、生写真撮影とかもすごい好きだし。頑張るね服のお仕事。メディア嬉しい。かわいいねみんな。まだそんな純粋な心があったとは。もう服脱ぎたい、裸になりたいもうやもうやもう本当はここで服、このもうなんか外からの空気を背負っているこの服と早く脱ぎたい。本当は私玄関で全裸になってそのまま風呂に直行するんですけど、今日は髪型が可愛かったしみんなに見せたかったんで、っていうか最近ショールームやるからそうにもいかず、まああの100歩譲ってパジャマを部屋着を着てるっていう感じだったんですけど、今日はなんかお団子に合ってるし可愛いからこのまま行こうと思って無理しちゃったから脱ぎたい。
どうぞ。止めろ、止めろ。10時30分、え、10時30分、まだそんなに、あ、23時だよね、そうだよね、びっくりした。でもさ、なんか今何時って聞いてさ、なんか何時間か先に進めて話す人とかいるじゃないですか。例えば本当は14時なのに17時だよもうとかって言って、えっみたいになって、見たらいや2時やんみたいな時とかって、なんか得した気分にならない？そういう人嫌いじゃない私。嘘つかれてるやん。いや嘘つかれるの好きじゃないよ。だけどなんかえって思ってびっくりして時計見て、なんかまだ全然時間経ってなかったら、え、得した気分ってなる。いい嘘。自分その冗談使う？そういう人たまにいるよね。リカのさ、よくディズニー一緒に行く友達いるんだけどさ、その子もさ、なんかたまによくそういうことやってくる。2月でやり残したことある。え、本当はもっと私ショールームちゃんとやりたかった、やってたんだけど、いつもに比べたら。いつもに比べたら全然やってたんだけど、でももっとちゃんと、その課金とかのイベントがないからこそ、なんか普通にみんなにこうやってダラダラ喋る時間が必要だったのって思って、私はもういっぱいいっぱいだったの。もう服のこととかもみんなに内緒で進めてたし、情報解禁までね。でも本当に病んでて、いや病んでない時ないんだけど、でも多分すっごいみんなとみんなに話さないと多分やっていけなかった、好きだったから、もう本当はもうちょっとやりたかったんですよね。だし別にもみんなも、もうなんか作業しながらとか勉強しながらで全然聞いてもらっていいし、もう聞き流してもらってもいいし、なんかつけてて、なんか私と別に一緒に時間共有してるっていう、それだけで私は嬉しかったから、なんか寂しくなかったし、なんか頑張ろうって思えたから、なんかもうちょっとショールームちゃんとやってみんなと話したら、もうあともう 30% 増しぐらいで頑張れたかなと思って、思ってた。作業がなんか取りません。いや別に、え、本当にマジでどうでもいいことしか喋ってないから、真剣に聞かなくて全然いいし、コメントも気が向いた時で全然いいんだけど、少なかったら少ないって怒るから。いや、いいんだけど、そうだから3月も私が心が折れそうになる、なる前にショールームすることにした。そしたら暴れなくていいし、なんか1月割と私さ炎上しない
なんか別にそんな当たり障りのないことしかツイッターでつぶやいてなかったのに、1月とか2月の初めとかめちゃめちゃ荒ぶってて、見返してみたら、こいつ大丈夫みたいな本当に結構病んでたんだなと思って、そこに八つ当たりしないとやっていけなかったなっていう感じあったから、発散場所をショールームに変えたっていうだけです。本当私のただのストレス発散をみんなぶつけられてるだけだから、本当にマジで真剣に聞かなくていい、もう適当に喋ってるだけだから。そう、でみんなに聞いてもらえたら私もすっきりするし、みんなもね、なんか暇だなって思ってる時にちょっとさ、携帯とかでパッて見れるショールームとかだったら楽かなって思うし、うん、私まあもう一個あるのは、まあ、新しいこと始めるにあたって、うん、なんて言うんだろう、そのもともとすごい好きだったけど離れちゃったよとか、まあ、リカちゃんのショールームだけ見てたけど現場行ってないよとか、そういう人が結構いたから、とはなんかまあ未だにお話し会とかしててもなんかショールームずっと見てましたみたいな人とかもたくさんいるから、まあ、なんかそういう人たちにも私が新しいことするときに味方でいてもらいたいなっていう気持ちがあって、やるようにしました。うん、ちゃんと聞いてた時間ね、いやちゃんと聞いてくれてたら聞いてくれてたで、私の相手してくれてる人がいるから、それはそれで私が嬉しいっていう、ただそれだけ。これで2月分の配信のあのサインのやつはあげますので少々お待ちください。3月も頑張ってやりますのでね、皆さんよければ見に来てくださったら嬉しいなと思います。うん、私のがパンクする前にパンクしてさ、いらんこと書いてさ、またそれでさ変な人たちにまとめられたりニュースになったりさ、勝手に知らんところで喋られてたりしたらさ腹立つからさ、それだったらみんな私の気心が知れてるみんなにうわーって言って大丈夫だよ、リカちゃんどうしたの、急にまた荒ぶってるの、助けてあげるよみたいな優しい言葉欲しいみたいなところあるからそう変な人減ったよね。まあそれは私がねもう通報しまくってるからね、通報マン。はい、今年の生誕、まあ、生誕までいるか分かんないけど、生誕 T シャツ作るとしたらお薬のやつにしよう、処方箋メンヘラっぽくて可愛くない？ピンクと白のこうカプセルのお薬書いてやるね。女王戦 T シャツ、リカ姫のことが好きになる薬って書いて処方箋やるね。いい、え、アクスタ出したいんだけど、ディカも。いや、運営に却下されなかったらそれにするね。え、でも可愛いと思うんだけど、普通にさ白い T シャツに黒い文字で処方箋って書いて、でピンクと白のお薬カプセル
うん、できなかったら自分のブランドで出すわ。アクスタ持ち歩いていつも一緒、それいつのやつ、めっちゃ昔のやつでしょそれ絶対、もう恥ずかしいんだけど。ブスのやつじゃないのそれ、やだよ。その手があった、そうしよう、もう出せ、もう運営に却下された、運営に却下された T シャツって名前で売り出すわ。NGT 運営に却下された T シャツですって売り出すわ。でもめっちゃ考えてるんだよ私、こういう服作りたいとか、こうしたいこうしたいとか、え、すごい考えてる。本当に真面目な話すると、私が肩幅がないのがコンプレックスで、でなんか撫で方じゃないのに撫で方って見られがちなんですよ。で肩幅ないと顔も大きく見えるから、それがすごく嫌で、だからこういう肩にボリュームのある服とかを着てごまかしてるんですけど、なんか肩幅がなくても可愛く見える、なんかオフショルとか、逆にあの逆で悩んでる人もいると思うの。例えば肩幅めっちゃあるけどなんか服が可愛く着れないとか、ごつく見えて嫌だみたいな人もいると思うの。だからそれの、まあ、逆とか、可愛く隠せるなんかとか、そういう道良くない？あ、すごいクラ立ってる、クラが立った。これ白っていうよりクラに見えない？私クラって言ってるんだけど、ずっと例えば足が嫌だとか、足見せたくないとかさ、あるじゃん、女の子コンプレックス見せ、なんかまあいろんな理由があるかもしれないけど、足見せたくないとか、あんまり露出のある服は嫌だなって思ってる人のために、でも可愛い服って露出してるんですよ私が思うに。これ可愛いなと思ったら背中がバー開いてたり、なんかなんていうの、丈がめっちゃ短くて寒そうなやつばっかりで、私自身すごい寒がりなので、なんかそういうの考えたりしてますね。お休み寝る人、ね、可愛いと思ったらさ、え、なんでこんな心露出してんのみたいな、めっちゃ可愛いに来たのに胸んとこだけ開いてるみたいな、本当にやめてほしい。なんかさ、私はねインナーとかなしで一枚でさらっと着れる可愛い服が欲しいんですよ。もうなかなかないの本当に。わかる？これ着とけばおしゃれみたいなさ、そういうのって大体セパレートだし、上と下分かれてるやつね、セパレートだし、なんかそれでも他の服と組み合わせられるからいいんだけど、なんかそういうのをさ、私が欲しい服、私が多分欲しいなって思ってる服って、多分女の子同じ悩み抱えてる子多いから、需要もちょっとあると思うんだよね。だからなんかやっぱ同じ悩みを抱える女の子とか、まあ、それと逆の子の悩みとかもね、じゃあ逆にこういう人もいるだろうなみたいなことも考えてやっていきたいなっていうのは思っています。真面目な話するとね、ね、露出多い服とかってさ、やっぱ
まあだから昨日も言った通り、なんかジロジロ見られるの嫌だとか街中でね。で自分の体に自信ある人って本当にいないと思うの。だからこういうお仕事やってたりとか、グラビアやってるとか、そういうこと、そういうことかじゃないと、なんかうち全部出したいみたいな人ってあんまいないじゃん。だったらもう何にも考えずにさらっと1枚で切れて、これ着とけばどこにでも行ける、おしゃれなカフェも行けるし、なんとなんかインスタ映えもできるしみたいな服を作りたいです、私は。うん、リカちゃんのお洋服が着れるような体型になれるよう頑張ります。嬉しい、ありがとう。でもちゃんとあれですよ、男性の方とかも手に取っていただけるようななんか基礎的なアイテムとかは作ろうと思ってるし、あとトートバッグ欲しいよね。私バッグすごい、あの最近は減ったけど荷物多い系女子だったので、なんでこのバッグこんな可愛いのにちっちゃいなって思うこといっぱいあったの。だからなんかその例えばさ、内輪とかサイリウムとかが入るしっかりとしたバッグだけどデザイン性のある可愛いやつとかさ、持ってて可愛いバッグ欲しいよね。リッチめのトート作って、まあでもそれは生地のあれを上げると値段も上がっちゃうから、学生が買えるぐらいの値段でどうにか作りたいけど、でもまあ分かんない、私まだそこまで行ってないから、まずはもう右も左も分からん、まだ何も走り出したばっかりなので、オタク用バッグっていうか、まあ普段も使えて、なんだろう、普段も使えるし現場にも持っていけるし、いちいちもう私がズボラだからか分かんないけど、いちいち入れ替えなくても何の服にでも合う、だから例えば何の服にでも合うはちょっと難しいかもしれないけど、私が作ってる服にはまあ合うやつを作りたいよね。高級路線、いや高級路線で いいんだけど、私のファンの女の子は学生さんも多いし、なんかそこで服を買っちゃうといろいろなんか私以外に、例えば剣オタとかいらっしゃるじゃないですか、誰々と誰々をしてますみたいな、そうするとその人にもお金使えなくなっちゃうからって時に、まあでは生地をどういうのを使うかによるけど、学生ラインとなんかちょっとなんだろう、高級感のあるライン作るかとか、そういうのいろいろ考えてます。はい、はい、そうですね。全身工事して握手会、そんなもう泣いちゃう私。全身工事で来てくれたりとかしても泣いちゃうかもしれない。こんなに一生懸命頑張って作ってたら、もうなんか来てくれてもう今でも泣きそうだもん。嬉しい、それは。泣いちゃうかも。でもじゃあ頑張りますね私、とりあえずもう。でももう何も分かんない、チームの人もチームオピムも何も分かんない人たちなんです。今までアパレルやったことのない人たちだから何も分かんないし、
私も、ま、服に興味はあったけど、衣装とかね洋服とかに興味はあったけど、別にそんなに専門的な知識があるわけじゃないので、意気揚々とねブランド作れますみたいなこと言ったけど、そんな簡単にいくもんじゃないと思ってるから頑張りますね。えーら、リカマジえらいこと言ってるな、やだな、なんかこんな感じで配信終わんの不本意。頑張るね。うん、よし、そろそろ終わろうかな、あと10分ぐらいでも配信時間すら終わってしまう時間。皆さんありがとうございました。ホタルの光、窓の雪海読む月なー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 ありがとうございました3月も頑張ります。生きてるだけで勝ち組人生せちがらいけど頑張っていきましょう。ありがとうございました。ちょっとじゃあランキングだけスクショさせてくださいね。せーの、うん、 OK、 よしよしよし、ありがとうございました。じゃあサインは今日か明日、明日かな、明日に載せれたら載せます、明日の夜とかに載せますね。皆さんしっかりご飯を食べてお風呂に入ってもう寝ていいですよ、さよなら。あーでもリカのことを忘れて仕事してたら多分呪いがいくと思います。私の呪術は特急なんで、やっぱり私と一緒にいるというような意識で明日もお仕事やこう頑張ってください。でもあなたたちのことは一生をちゃんと見てますので、見てるからな、見てるからな、あんまり調子に乗るなよ。分かったか、コアッパロ。じゃあなー